水すぎ。はい、とっけ。皆さん、今回は開幕スタメン予想、楽しみ編でございます。ね、パリーグ編から始まり、セリーグ編に移り、長きにわたったこの開幕スタメン予想シリーズも、いよいよ最終回となりました。で、やっぱその最終回を締めるのに久しいのはね、阪神タイガースさんしかいないでしょ。うん、阪神ファンの方からね、お前分かっとるやんけって声が今にも聞こえてきそうですね。うん、そうでもないみたい。でね、阪神さんといえば、去年のシーズン終盤、怒涛の6連勝で、クライマックスシリーズ進出を決めた時、ほんとすごかったですよね。そんな阪神タイガースのスタメンなんですが、まあ、組むのが難しかったですね。特にサード、大山選手かマルテ選手か選ぶのめちゃくちゃ迷いました。まあ、その辺も含めて、今から皆さんに紹介していきたいなと思います。よかったら皆さんも、ぜひコメント欄で一緒に阪神さんのスタメンをされてみてください。最後。はい、まず1番は、高山選手です。まあ、高山選手といえば、2016年新人王の選手ですね。でね、2018年の時がね、ちょっと打率が1割左台に押し込んであんま調子良くなかったんですが、去年は打率も大幅に改善し、キャリアハイに近い成績を残されていました。本当に出塁率も良くてね、オープン戦でも打率3割1分3厘と好調なんで、まあ、今年はかなり期待できるんじゃないかなと思います。はい、続いて2番は近本選手です。本当ね、去年はいきなり盗塁を取るわ、シーズン159安打でセリーグ新人記録を塗り替えるわ、マジで衝撃のルールでしたね、この選手ね。で、去年9ホームランということで2桁本塁打も10番あり得るパンチ力の持ち主でもあります。今年もチャンスメイクやポイントゲッターなど幅広い役割での活躍が期待できそうですね。はい、そして3番は糸井さんです。糸井さんといえば元祖超人ですね。去年はね、終盤にちょっと足首怪我してそのままシーズンを終えてしまったんですが、まあ、打率は3割1分4厘とさすがの実力者ですね。もうまだまだ主力です。ぜひともね、今年は怪我なく無事にシーズン通して過ごしてもらって、阪神打線を引っ張っていってほしいなと思います。まあ、本当にね、この人がフルで活躍できるかどうかで阪神さんの順位だいぶ変わってくるんじゃないかなと思いますね。はい、続きまして4番はボーア選手です。今年から阪神に加入した圧倒的パワーが持ち主の選手ですね。このボーア選手、ガタイがすごくて、193センチで、体重122キロで、もう絶対に敵に回したくないガタイしてますね。で、この方はメジャーでも過去3回シーズン20本塁打を達成してるっていうことで、もう非常に実績も十分でございます。オープン戦ではちょっとイマイチな成績だったんですが、ここからね、日本野球にどうアジャストしていくか、その辺も注目ですね。はい、そして5番はマルテ選手です。ここなんすよ。ここがめっちゃくちゃ迷いました、大山選手とどっちにするかね。まあ、大山選手もほんと捨てがたいんですが、やっぱり去年のマルテ選手といえば、チーム2位のホームラン12本、ここはやはり魅力ですし、OPS も8割台と申し分ないんで、今回ね、ちょっとマルテ選手とさせていただきました。やっぱここは本当にね、皆さんの意見も気になるんで、よかったら大山さんとマルテさん、どっちがスタメンがいいかっていうのをコメント欄で、ちょっと僕に教えてくださったらなと思います。難しい。続きまして6番は、糸原さんです。粘り強いバッティングが魅力の選手ですね。もうこの糸原さんね、2年連続の全試合出場でして、もういよいよ阪神さんにとって欠かせない主力の一人ですね。この糸原選手、得点圏打率も高く、チャンスに強い選手でもあるんで、ちょっと6番に座ってもらってね、クリーンナップが回収損ねたランナーを返す役割に期待したいなと思っております。はい、そして7番は梅野選手です。この梅野選手ね、去年はサイクランダ達成したり、ゴールデングラブ賞獲得したり、まあ充実のシーズンでしたね。で、打率は2割6分台でホームランも2桁に届きそうということで、まあ、長打率も3割9分3厘と悪くないし、得点圏打率も3割3分と勝負強いと。いや、このレベルのキャッチャーがいるっていうのは本当にでかいと思いますよね。今年の阪神さんにとってこの梅野選手がキーマンになること間違いないでしょう。キャッチャーというポジションは本当大変だと思うんですが、今年はさらなる飛躍を2桁ホームランとかにも期待したいところですね。はい、続いて8番は木浪選手です。この木浪さんもね、近本選手とも同じく去年がルーキーイヤーだったんですが、いきなり開幕スタメン勝ち取って113試合も出場した実力者ですね。まあ、やっぱね、同じショートの北条選手がライバルになると思うんで、この2人のレギュラー争いにもぜひ注目していきたいところですね。まあ、このショートっていうのはやっぱりサードの次に参りました。はい、そして最後9番は西選手です。まあ、最近ね、秋山さんとかもめちゃくちゃ調子いいみたいなんで、ちょっと迷ったんですが、まあ、去年の様子とか見ても、ね、やはりここは実績十分の西選手になるのかなと思いました。で、この西選手ね、去年 FA で阪神に移籍したんですが、まあ、当時ちょっとワンチャンホークス来ないかなって期待してたとこあったんで、阪神決定ってなった時はちょっと嫉妬しちゃいましたね。この西選手、阪神1年目の去年は防御率2点台と2桁勝利と、もうさすがの活躍でしたね。今年も阪神のエースとしてもうさらに成績伸ばしていかれることでしょう。はい、以上メントメント、こんな感じです。やっぱりね、この阪神タイガースさん、シリーズ最後にして一番予想するのがちょっと難しかったですね。正直このスタメンにも賛否両論あると思います。まあ、それはともかく、ボア選手だったり、ちょっとスタメンには選べなかったんですが、サンズ選手とかもいますし、阪神さんね、新しい助っ人外国人すごいたくさん獲得されてたんで、この中から誰か一人でも大当たり助っ人出てくれば、まあ、例えばブラゼルとかね、それぐらいの大当たり助っ人が出てくれば、もう一気に順位上げそうな雰囲気ありますね。やっぱ投手陣は元からいいんでね、阪神さんね。今年の阪神がどうなっていくのか、かけながら注目させていただきたいなと思います。最後まで動画見てくださってありがとうございました。よかったら皆さんもコメント欄で一緒に阪神さんのスタミナされてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。普通、最後